こんにちは、皆さん。こちらがエースコンバットファンでござる。そして、今日は、外人によるエピソード1。今回は、超軸要塞マクロスの ゲームをプレイします。これは、2003年に発売された PS2 ゲームだと思います。マクロスってクラシックなシリーズでも、エースコンバットの方、マクロスの方がエースコンバットより、古いんですね。古すぎます。じゃあ、続きましょう。私はもちろんに、私の日本語はまだペラペラ言えないですから、漢字が読めません。だから、ゲームのブリーフィングとカチン静かにします。そしてあなたが読めると聞こえる、ね。じゃあ続きましょう。ゲームプレイします。ストーリー始めましょう。西暦1999年。突如宇宙より飛来した物体は全長1200メートルにも及ぶ巨大な宇宙戦艦であった。人類のテクノロジーをはるかに超えるその戦艦からは異星人の姿こそ発見できなかったものの、地球外知的生命体の存在と大宇宙を戦場とする闘争のあることが明らかになった。ここに国家間の利害を超えた地球統合政府の樹立と墜落した巨大戦艦の修復が開始された。統合政府の成立は決して容易な道ではなかった。激烈な局地戦が世界各地で繰り広げられたのである。やがて長く苦しい統合戦争も終わり、地球は平和を取り戻した。そしてついに異星からの墜落船は人類の船、巨大戦艦マクロスとして蘇った。マクロス、イエーイ。墜落から実に10年の月日が流れていた。いや、ブリーフィング。地球統合軍バルキリー隊へ。私は管制担当のエマ・グレンジャー中尉、ナビゲーターを務めます。では早速ですが、これよりあなたの配属先を決定いたします。バルキリー隊のロイ・フォッカー少佐、よろしくお願いします。よし、ひよこ、お前もこれから実戦部隊に配属されることになる。あー、ロイちゃん、望み通りになる保証はないが、一応希望を聞いてやろう。配属先候補はプロメテウスとアームドワンだ。プロメテウスとアドムワン、うん。どちらがいいんだ？どちらがいいんだ、アムワンにしましょう。アームドワンか。ここだけの話だが、アームドワン配属の場合、任務は過酷なものになることが予測される。よほどの覚悟がないと務まらんぞ。プロメテウスにしておいた方がいいんじゃないか。どちらがいいんだ。アームドワンと言っていました。まあ、そこまで覚悟ができているのならいいだろう。望みが通るとは限らんが、お前の意向は頭に入れておこう。しっかりやれ。しっかりやれ。じゃあステージ1、読めない名前。2009年2月7日、地球統合軍宇宙艦隊所属 SDF-1 マクロスは進駐式を迎えていた。華々しいイベントの数々、その中でも大変な人気を呼んだのがミス・マクロスコンテストである。ミス・マクロスコンテスト。見事ミス・マクロスの座に輝いたのは、コンテストのために日本から来たというリン・ミンメイ嬢。彼女は、いや、
この場に集まった多くの人々はこれよりマクロスと共に数奇な運命をたどることになる。同時刻、賑やかな喧騒の遥か上空でその兆しが確認できたはずだ。マクロスの長く辛い旅と人類の存亡をかけた戦いの始まりを告げる重力異変の現象が。ブリーフィングを行う。ああ、ブリーフィングの時間だ。お、見てこのグラフィック。すごい。Yes, two game. さて、これから最初の任務を与える。しっかり聞いておけ。諸君らはこれより VF-1A バルキリーとその新任パイロット輸送の任に就く。目的地は南アタリア島。そう、本日マクロスの進駐式を行っているあの南アタリア島だ。各員、自分が担当するバルキリーに搭乗。順次発艦。艦上空にて編隊を組み、目的ポイントに向かえ。飛行中はリーダー機および管制官の指示に従え。勝手な行動は取るな。いいな。いいです。目的地にてマクロスに係留されている宇宙空母アームドワンに着艦。担当主任に機体を引き渡せ。何か質問はあるか。ないです。な、輸送する新任パイロット、少しは頭を使え。 VF-1A は探査の機体だ。新任パイロットってのはお前らのことだよ。アームドワン着艦は機体だけではなく自分の身柄も担当主任に引き渡せ。以降アームドワン所属のバルキリー隊に配属する。おめでとう。以上。もたもたするな。直ちに発艦だ。以上。じゃあ続きましょう。出発する。おお、すごいバルキリー。もちろん私はエミュレートを使っているんですから、グラフィックはエミュレートの方が PS2 より良いです。アフターバナー。前期発艦したな。これから俺が南アタリア島にお前らを先導する。よし。レーダーで進路を確認。目標ポイントに向かえ。フラフラするなよ。しっかりついてこい。行くぞ。敵がどこだ。デルタワンよりスカルリーダーへ。緊急事態発生。緊急事態。未確認飛行物体多数発見。どこ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 。南アタリア島を目標に降下中と思われます。マクロスは第一級戦闘配置。付近の民間人を避難のため収容中です。大至急マクロス防衛任務に当たってください。スカルリーダー了解。よっこども、聞いての通りだ。着任パーティーは延期。これより最大戦速。今から3分以内に南アタリア島上空の目標ポイントに到着するぞ。遅れたやつは状態だ。続報。異星人と思われる敵戦闘部隊がマクロスを攻撃中。あ、敵が来た。一部の敵部隊がそちらに向かって進路を変更しました。注意して。そっだるめ。活気3回迎撃しつつ南アタリア島へ急行しろ。でもミッションの続き の前にちょっとコントロールを変わります。コントロールタイプ B。 うん、じゃあ敵をぶっ殺す。このゲームはちょっとガンダムみたい。多分ガンダムやエースコンバットと子供があればマクロスです。うん、でもちょっとね、マクロスがの方がエースコンバットより
古いんです子供がと多分お父さんもっと古いです変到着予定時刻まであと2分あと2分そしてこれはエスコンバットアサルトワライゾンのカメラに似てるミス DFM のミサイルのカメラじゃあ機銃で機銃は私の一番好きな武器ですから機銃を使います死んでまたもはいはい来てほら死んでまたもー到着予定時刻まであと1分1分一人だけいやー死んで DFM のカメラ敵部隊の殲滅を確認目標ポイントへ向かってください目標ポイントへー日本語がペラ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 よしひよっ子ども話しませんがちょっとだけわかります大切なものをわかります敵地上部隊が市街地に潜入B 体系を取って地上の敵を殲滅してください訓練で鍛えた腕を見せてやれスイッチおグラウンドバトルの時間だマクロスは民間人の収容を継続しています収容を完了するまでマクロスは動けません周囲の敵部隊はマルキリー隊で全て撃破してください。いや、マクロスを守れ。宇宙人を殺し。おいおいおい、ちょっと待てよ。ミサイルが多すぎる。お。街を死んでいるいや巨人もあなたも南アタリア島上空に高エネルギー反応を確認衛星軌道上からの敵砲撃と思われますあなたも高エネルギー反応接近宇宙人へ地球のホスピタリティをあげますだけ高エネルギー反応を再び検知敵砲撃一人を使ってもいいですか人間じゃないんですからマクロスを狙っている模様、うん、多分マシン第3波きます、まあ、何機がある5機おいおいちょっと待ってよ敵砲撃第4撃きますどうして私が一人ここでロイちゃんはどこだ私のこと忘れたのか敵砲撃第5撃きますロイちゃん手伝ってくださいあんたはどこだああまだ5機NGO うんガンダムみたいガンダムじゃなくてでもガンダムのマシンみたい死んでもこのゲーム大切な話がないミッションの時間ブリーフィングとカチシンが
面白いんですが、ミッションの時間は面白い話がない。イースコンバットのようじゃない。じゃあミッション、なんだ、おう、何事だ、何、プロメテウスの方向に高エネルギー反応。ああ。緊急連絡、衛星軌道上からの敵砲撃と思われる熱線を確認。空母プロメテウスが直撃を受けた模様。なんだと？ロイちゃん、続報です。プロメテウスは大破撃沈。民間人の収容を確認。マクロス、浮上します。浮上します。バイバイ。電磁波を検知。マクロスも狙われています。マクロスはこれより緊急フォールドを行う。フォールド。バルキリー隊は至急帰還せよ。繰り返す。バルキリー隊は至急帰還せよ。フォールドが行われる。ろくにテストもしていないのよ。グダグダ言っている場合じゃない。前期マクロスに帰還。遅れるな。マクロスへ帰還し、帰還する。高エネルギー反応。マクロス直上。全艦ホールド。ホールド。イエーイ、フォールドした。どうだった、どうだった、何のランク、ランク A。 あ、ご苦労だった。これは外人の力だ。冗談冗談。おめでとう。兵士は生き延びるのも大切な任務。ウィジンを見事に生き抜いたわね。ありがとう。これはバルキリーシリーズのトレーディングカード。今すごく流行ってるの。トレーディングカード。ホレイ。今日の記念にあなたが乗っている VF-1A のトレカをあげるわ。大切にしてね。はい。じゃあここに終わりましょう。終わりましょう。これは初めての日本語でゲームをプレイしました。もし、面白かったから、多分もっとエピソードします。じゃあ、今日見てくれてありがとうございます。そしてまた次のビデオへ。